ノイタムのブースに来ています。秋山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日、目玉としているのが我々の、VTuber ライブです。VTuber っていうと、従来のものだと、大掛かりな撮影環境と、たくさんの編集の時間をかけて、初めて世に出るものかと、ってイメージがあると思いますが、今回は、リアルタイムで、VTuber の、VTuber のキャラクターと、会話ができるようになっております。じゃあ、例えば、もう会話できるんですか？はい、はい、おはようございます。唐揚げ好きですか？唐揚げ大好きです。わー、食べたいな。なんかお洋服もオレンジでちょっと唐揚げやっぱ意識してるのかな。唐揚げシュッシュってやってる。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あっち向いてほいってな感じで、3D モーションキャプチャーのセンサーもつけていて、こう人の動きも、それこそ体操選手並みのものはできませんけど、日常生活の範囲のものは、全部再現できてるかなと。はい、はい、しかもじゃんけんとかあっち向いてほいができるくらいラグがないっていう速さもすごいですね。はいはい。で、これを可能にしているのが、ミテネさん、VTuber の、撮影と編集をめちゃくちゃ簡単にしてくれるソフトウェアとの提携ですね。我々が作っているのは、3D モーションキャプチャーのセンサーで、世界中のいろんな会社といろんな業界とで、3D モーションキャプチャー VR の、活用法を、あれこれ探してます。はい。で、日本では、株式会社アユートさんという、代理店のおかげで、日本では出回ってます。あとは、北京の本社、マイアミ、それから、ロサンゼルスにオフィスを置いています。はい。それでは最後に見ている方に向けてメッセージをお願いいたします。はい。もう医療、ゲーミング、エンタメ、どんな業界でも、多分 3D の、映像やモーションキャプチャーには用途があると思うので、もしこうご一緒に何かできるプロジェクトがありましたら、ぜひお声掛けください。よろしくお願いします。秋山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。バイバイ。